な柿の種。どれだけ食べてもゼロカロリー。牛タンすり鍋ずんだ餅。説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。なんだって？広式は110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。そんな夢のような話があるのか。甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。じゃあ何を食べてもいいのか。さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。ちょっと何言ってるかわからないな。何がわかんない。ラーメン焼き肉ハンバーグとんかつすき焼き油揚げ牛タンすり鍋ずんだ餅この曲歌えばゼロカロリーオールマーベラスクリア。マスターレイト、あんた何者？